イタリア北部の街、イタリア第二の都市と言われますミラノにやってまいりました。おなじみのサンシーロスタジアム、今日は伝統の一戦インテルミランの試合をおなじみジェフユナイテッドゼネラルマネージャー奥寺康人さんの解説でお送りしてまいります。奥寺さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。まあ、あいにくの雨が残念ですけれども、今日はもろもろの事情から言って盛り上がる試合は間違いないですね。そうですね、もう本当にインテルにとってはすごいチャンスなんでね、ここではもういい試合が今日期待されますね。はい、右にバレージ、左にベルゴーミ、両チームのキャプテンが握手を交わしペナントの交換を終えたところです。試合開始からご覧の通りの状況です。メンバーが発表されます。ロッシ、タソッティ、マルディに、それからアルベルティーニ4番です。5番がコスタクデサ、おなじみのメンバーが続きます。6番キャプテンのバレージ、7番がデンティーニ、8番はライカールト、9番パパンが入ります。そして10番フリット、元気に出てまいりました。そして11番がエラーニ、監督はファビオ・カペットさんです。一方こちらのエンドはインテルファンの入ったゴール裏です。インテルのメンバー、ゴールキーパーが前が2番がキャプテンのベルゴーミ、3番デアゴスティーニ、4番ベルティ、5番がパガニ、6番がバティスティーニ、7番がオルランド、そして8番にマニコーレ、シーズンが始まってからのトレードです。9番スキラシ、元気に出てまいりました。10番シャリモ、11番ソータ、インテルの外国人選手はこの10番11番シャリモとソータです。今日この試合をさばきますのはパイレットさん。かつてスーパーサッカーのスペシャルでこの人はご紹介したことがあって、ね、獣医師という非常に珍しい職業を持った人なんですが、このミランダービーをさばくこと、これが4試合目になります。右にエンドを取りましたインテル、ボールのそばに立っておりますのがキラ、その横にソタが寄っていきます。まあ、現在トップを行くミラン、2位のインテル、その差が7ポイント。この試合でインテルが勝ちます。当然2ポイント詰まって今勝負です。5ポイントになって残りが7試合。そうですよね、これはもうインテルは頑張らなきゃいけませんよね。そうですね、ミランにとっては本当に尻が火がつく感じですからね。そうですよね、ですから今日はもう負けられないですよね。イランの控え選手が紹介されておりました。10番でボールの争い、試合開始直前に咲かれました発煙筒の煙がグラウンド上今流れています。だいぶ薄らってまいりました。まあ、今日はバネオリさん足を怪我してどうもベンチには入っていないようです。監督のマッテが引きを取るようです。ボールはミランのゴール前に立ちます。削っていてよく見えません。キーパーのロッシが飛び出しました。このボールを抑えました。前に立ち上がります。操作激しいボールの奪い合い、ファールがありました。インテルボール、バティスティーニが素早く右に飛ばしました。ベルティから前に、しかしここはインテルの選手はおりません。ボールが通りませんでした。背番号にはサトッチ、大ベテランです。今年32歳で代表デビューを果たしたサトッチ、つい先日バレージが出場停止で出られなかった、ポルトガルとの試合も出てますね。そうですね、はい、まあ、本当に遅咲きっていうんですかね、はい、すごく派手じゃないんですけど緊張な選手ですね。そのタソッティがもう一度ボールを入れます。エラーニオからタソッティに返ってダイレクトで前に出しました。前期のダービーの時にはこの操作は非常に好調で、あるいはと思ったんですけど、そうなんですよね、怪我をしてね、飛んでしまったら残念でしたね。バティスティーニボレーで前に出しました。しかしこれはタソッティが拾っています。前のエラーニオへのパスカットされています。さあ左サイドの操作、ヒューでキラッチに渡しました。激しいタックルを受けました。サトッチに噛みついています。キラッチ、キラッチは久しぶりにこの間いいゴールを、ね、2点挙げました。だから乗ってるんじゃないですかね。そうでしょうね、ですからああいう強気な、ね、サイドに出せるんですよね。
まあ、本当去年のユベントス時代、今年インテルに移ってからもなんか蚊帳の外という感じがありましたからね。そうですね。ボールをプレーした11番がルーベン・ソーサー、175センチしかありません。そうですね。いや本当に今ねよく追い返しましたよね。このボールに最初から突っ込んでいきます。このボールで一瞬早くアルベルティーニ右足で蹴らしました。危ないところでしたね。最初のコーナーキック。立ち上がりインテル好調です。これはオフサイドです。このシーンは多くなるでしょうね。そうですね。オフサイドを犯すというケースはね、彼はよく前に行きますからね、はい、でも彼の良さですよ ね、 そうですね。ですから、ちょっと間違えると、もう1点取られるという感じしますよね、はい、ミラノバックはですね、はい。まあ、バレージの指揮でオフサイドトラップをかけるわけですが、それを一瞬間違えますね、タイミングを。そうですね。ラストは足を下げました。パパンがちょっと怒っています。パパンも小柄な選手です。この人も175センチ、シャリモフが行きます。アルベルティーニがさばきました。ここです。まあダービーですからね、もうガンガン来ますよね、はい、警告までは行かなかったようです。ずっと腰が入りました。ちょっと頭を押さえています。そうですね、今でもね、ベルゴミが出るときに、まあ、肘を使った感じですね。なるほど。ボールをプレーするワルター・ゼンガ、ベルティが前に出します。ソサが走りましたがダイレクトでサイドラインを割っています。ミランボールのスローイン。ボールを入れるのは3番のマルディーニ、代表選手です。この人は実に今シーズン4260分試合に出てるんですよ。48試合出てます。すごいです ね、 ね、まあ、本当にこれからね、あのミランの中心になれる選手です ね、 そうでしょうね。まだまだ若いですしね、はい、経験も豊富ですし、はい、マルディーニは24歳。まあ、彼は ね、 ね、あのバレーズ の、 そのポジションをやりたいというね、はい、夢ですかね、その望みなんですよね、はい、先日やはりバレージが出場として出られなかったチャンピオンズカップでは6番をつけて、あのリベロをやってたようですね。非常に良かったですよね。そうか、バレージが回って入る。ボール前に出した。ボール正面でスキラッチが転倒。だいぶ激しいチェックがあるようです。そうですね、さあレンティーニが走る、レンティーニが走る、ゴール正面にパパン、パパンが行く。しかしキーパーが出ました。キーパーのゼンガ。なお前期のミランダービーは1対1の引き分けでした。ちょっと画面の外ではっきりはしませんでしたが、相当チャージをされましてスキラッチ転倒。パイレット出身に向けてアピールしておりました。もちろん認められません。3番のデアゴスティーニ、左足で大きく前に出します。レンティーニがマルディーニへ、途中が合わない。そうですね、マルディーニは前で欲しいと思ったんですけどね。そうなんでしょうね。今のスタジングも本当にこう、足の裏を向けていってますよね。もう気合がすごい入ってるなって思いますよ、両チームとも。首位を行くミラン、2位のインテル、その差は7ポイント。今日勝てば当然インテルは5ポイント差まで進めて、そうなんですね、残りが7試合ですからね、本当にこのスプレッドの勢いが分からなくなりますからね。本当だよね。しかもインテルの方はこのリーグ戦だけに集中できるのに対して ミランの方はまだそのチャンピオンズカップが残ってますし、そうですね、それから代表選手がだいぶいますのでね、はい、もう本当に選手がすごい疲れてますよね、ミランの選手はね、はい。
サパンがここまで下がっています。インテルボールです。ベルティ、ベルティ、ベルティ頑張る、ベルティ頑張りました。さあ、チラッチャー、ストロークスパイ。今のはいいチャンスでしたよね。ゴール正面でしたからね。しっかり止めてれば、はい、もう完全に得点をできるところですよね。ちょっとトラップを失敗しました。ゴール正面です、チラッチ。今のはミラン助かりましたよ。そうですね。しかし立ち上がりインテル好調ですね。すごく、ね、動きもいいですね。そうですね。それから高いボールで、ね、攻めてくるんですよね。やはり細かいパスをつないでいくと、ミランのディフェンスやられるんでね、はい、前へロングパスが多いですね。相手の裏をついて攻めてますから。スティーニが左に叩いてデアスティーニダイレクトの前に出しましたがクラッチに届きません。11番エラージオ右からオーバーラップして上がっていくサトッティです。クリットがヘディングで後ろへ流しましたがここにミランの選手がおりませんでした。10番はチャリコ、おっと出たらこれはミスキック、ミスキックですね。あっと足を取られた、足が引っかかりました。ミランのファウルです。インテルボールのフリーキック。シャリモフは24歳、183cm と長身です。左にさばきます。デアゴスティーニ、前期のダービーはこのデアゴスティーニのロングシュートをアントニオーリがちょっとこぼしましたね。そうですね。そのままゴールして同点、1対1の引き分けに終わっています。距離があっても相当この人の左足というのは強いシュートを打ってますね。それで今日はね、濡れてますからね、キーパーとしては嫌ですよね。そうでしょうね。私昨日ミラーの練習見に行ったんですよね。はい、そうでしたね。動きはね、そういう悪くなかったんですよね。でもこれはですね、はい、今日の試合でも時間が経てば経つほどミラーにとっては不利ですよね。やはり疲れてますよね、見てても。なんかファンバステンも元気に動いていたそうですね。そうなんです。ですから出るかなという雰囲気ありましたけど、いやまだまだ不安なところあるみたいですね。12月21日に右足くるぶしの軟骨を除去する手術を受けてパパゴール正面。パパンといえばあれはラティオとの試合だったですか。地上50センチぐらいのボールにダイビングエイトしましたね。そうですね。あれはもうびっくりしましたよね。でもこの数試合調子が悪いっていう感じですね。そうですね、はい、その前がまた良すぎたんじゃないでしょうか。連続6試合得点を挙げまして、それが合計で9点。その中にもちろんキャプテンの試合も入ってますが、なかなか連続して得点を挙げるというのはね、難しいですよね。そうですね。まああの時は本当にさすがパパンっていうね、感じがみんな受けたと思うんですよ ね。 そうですね。去年の、一昨年になりますか、ヨーロッパの最優秀選手ですね。デアゴスティーニポーンとボールを上げました。オフサイドフラグが上がっています。オフサイドです。4番のベルティがオフサイドを取られました。この人ももともとは代表選手だったんですが、このところちょっと泳ぎがありません。あ、やっぱりバネオリさん入ってませんね。マッテというアシスタントコーチがインテルのベンチが入っています。さあフリットが入った、ゴール前出しますが、これはバティスティーニヘッドでコーナーキックに逃れました。さあ初めてのチャンスというチャンスになるでしょうか。ミラン、ボールをプレースしたのは4番のアルベルティーニ。ここまでスピラッチが下がっています。シャリモがこの横上がっていきます。そのシャリモ下がり気味です。クリントがボールを取りました。オーバーラックして上がったサトッティ、ここにバレージがいます。一人つないでサトッティ、右サイドいっぱい、クリント三角パス、11番エラーニオゴール前。いや今のもいいボールの、そうですね、はい、
ベンティーニが追いましたがボールを取られました。ボールをキープしているインテル、ソサ右に払いました。もう一度ソサにボールが返る。ドリブルで上がるソサ、ソサ上がる、後ろが待っているライカールド、ファールを取られました。これはなかなかいいじゃないでしょうか。そうですね、はい、今のところヘディングは勝ってるんですよね、インテルの選手がね、はい、ですからこれはちょっとチャンスになるかもしれませんね。まああとそれから右サイドのソサのストーンも打つこともできますからね。そうですね、雨ですから打ってみて面白いかもしれませんね。そうですね、ソサは12点取ってるんですけども PK を除くと全部8ゴールは左足ですからね。そうですね、彼の左足は定義ありますよね、はい、それと2月にフィオレンティーナとの試合で2対2引き分けてその2点をソサが取ってるんですが、2点ともフリーキックを直接ゴールしてるそうですから、まあその左足というのはマジックがあるんでしょうね。そうですね、インテルの守護神、いやこちらミランです。ロッチのロングキック、フリットに出しました。細かなパスを回しました。レアゴスティーニからソファを張り出します。そうですね、もうああやって本当にこう裏を狙ってきてますよね、はい、これはもうインテルの選手には狙い目なんですよね。そうですね、ミランは嫌ですよね、はい、ボールを入れるのはレアゴスティーニ。キラチの足が思ったほど長くありません。チャリコフでしたか。さあボールを持ったのはミラン、エラーニオからフリット、ゴール正面からずっとパパンが上がっていく。しかしここでボールを取りました、10番のチャリコフ。エラーニオ中央からアルベルティーニ、向こうサイドレンティーニか。そうですね、ペナルティエリアに入ったところで足を取られました。取られました、ね、ちょっとやはりしかし下が滑るんでしょうか。レンティーニです。これがレンティーニ、回した、回しました、ゴール正面、メラーニオヘッドでクリアされました。アルベルティーニがうまく相手を返しました。うーん、あー、なかなかいいですね、もう少し激しいですね、両チームともに。キラッチです。アルベルティーニの足がかかりました、ファール。激しいけどクリーンだといったらちょっといいんじゃないですか。そうですね、汚いプレーはもうないですね、はい、倒された4番がベルティ。対照的なチームですよね、はい、ミランは細かいパスをよくつないで、そして、まあ、縦にパス出すと、反対にインテルはあれですよ、ね、ロングパス、こういうボールが多いですよね、はい、今ファールの数が出ましたがミランが12、インテル2、やはりミランがそれだけ押されているということですね。ここまではそうですね、前半17分が経過しています。フリット、エラーニオ、パトッティがボールを持っています。中央へ、ここにバレーニがいます。左に振りました、レンティーニですよね。そうですね、レンティーニが走ります。レンティーニ左サイド、ゴール正面にパパンがいる。あー、いいボールですよ。わずかにフリットと呼吸が合いません。これは後ろから押したか。
コスタクルタですね、5番のコスタクルタ、ファールを取られました。ちょっと大丈夫ですかね、ちょっとひれりましたか、あの変な形でね、あの膝の方に行った感じですね。なんでもなければいいんですけど、足首ですね、なんかぐにゃっといった感じでしたから。あ、足首ですね。あ、今日もすでに4回ファールを受けてますね。キラッチもちょっと怪我で中盤休みまして、久々に今出てきていい活躍を見せているんですが、先日2点を取ってますね。そうですね。2点取ったのは4月4日のサンプドリアとの試合でした。控え選手が出ています。これはミランの方です。こちらはインテルの控え選手、第3の外国人選手パンチェスが控えに入っています。今日のインテルの外国人選手は10番のチャリモスと11番のソーサー、一方のミランの方は8番のライカールと9番のパパン、10番のクリスト、この3人です。ボールコントロールミスですよ ね、 そうですね、まあ、難しいボールですけどね。グランドの中央です。ヘッドで逃げましたインテル。ボールを入れる。クリットがボールを持っています。さあペナルティエアの中、ボールコントロールができません。あっと飛び上がりました。11番のエラーニオですね、まああれじゃ捉えないとね。ここです。マークしていたのは8番のマリコーネ。ボールを持ったバレージ、キーパーのゼンガ32歳。ちょっとグラウンドの中央で今ですね、またベルゴミにね、はい、また肘やられてますね。あ、そうですか、パパンですね、まあ、相当グラウンド状態はあるんでしょうね、いろいろ。そうですね、はい、あ、これはチャンスになるかもしれませんね。あーっと倒されました、フリット。ホイッスルありません。さあ走る操作、しかしオフサイドだ。オフサイドフラッグが上がっています。オフサイドじゃないというように大きく左手を振って抗議しました操作ですが、判定は変わりません。叩いて自分はずっと上がっていきます。さらにパスが出ますが、これは直接サイドラインを割っています。やっぱり形勢としてはインテルの方が落ちてますか。いや、今の状態ではそうではないですね。そうでもないですか。始まってすぐはインテルがいい感じでしましたけど、はい、ちょっと今インテルはボールが繋がらなくなってきてます ね、 そうで すね。ですからその分あのミランのディフェンスがいいってことですよね。あ、なるほど、
その中心のバレージが今ヘディングで大きく前に返しました。キラッチ、これは手を使えません。昨日ですね、キーパーがの練習やってたんですよね。あ、そうですか。ああいうボール来たらここ出すんだよというね、感じのパターンの練習やってましたね。さあ、キラッチ、右に払う、中央です。1人つないでサソッティが前に出しました。ヘディングの争い、ボールは前後に達しています。188センチと長身のキーパー、32歳、まもなく33歳になります。長いキックです。素早くインプレーにしようとしました。インテルの方がボールがね、つながらないというか前にも出せなくなってましたね。それやはりイランのチェックが良くなってきたということですかね。チェックが、ね、速くなってきましたね。ボールを蹴らさないようにしてますね、もうこのボールもほとんど拾われてきてますよ ね、 そうですね。一瞬の出足が違うんでしょうかね。さあ、ここにソファがいます。ちょっとクロスカーブがかかりすぎました。まだボールは生きています。インテルボールを拾った、大きく弾かれました。マルディーニですね。ちょっとスペースが空いてきましたね。そうですね、ダイカールトが右に払いました。こうなってくるとミランがいいんですよね。あ、そうですか。サソッティがボールを持ち上がっていきました。ゴール正面にボールが出てきた。一躍飛び出しました。ワルター・ゼンナ、ベテランのキーパーです。なかなか風格がありますね、前後というのは。そうですね、頑張りましたがダメです。9番が下にもちょっと膝を抱えています。そうですね、ちょっと膝を抱えましたね。2番がサソッティ、どうしたんですかね今、33歳、あ、もうダメだっていう、ダメだということでしょうかね、はい、177センチ72キロ、右膝相当痛そうです。ちょっと待てというホイッスルです。メンバーの交代です。ナバが入るようです。13番のナバ、185センチ77キロ、24歳。これは相当しかしダメージあるんでしょうね。あの時点でもう交代を意思表示しましたからね、まあ、そんなにね、強い当たりという感じなかったんですよね、まあ、自分から行きましたからね。そうですね、これは飛び出す選手がいませんでした。途中があっていません。こちらはキーパーのロッチ、28歳です。194センチ前後よりさらに6センチ上背のありますミランのキーパー、ロッカールームに引き上げます。サソッティです。バレージ、どこにボールをさばきますか。まっすぐ前に出しました。うーん、わー、すごいシュートです。パパン、
アリアパパンなんですよね。そうですね、もうどっからでも打ってしまうというのが彼の良さかもしれませんけどね、はい。ペラーニョのセンタリングは相手選手に当たりまして8対4割っています。ボールは素早く入りました。文句を言っています。そうですね、ちょっと文句を言いたいような雰囲気もありますが、ゴールひっくり返っています。危ないですよね、ああいうやり方というのは。下手をすると警告を受けそうですが、ここはお咎めなしです。今日パイレットさんが一言二言話しかけました。どうして真ん中で固まってますよね。そうですね、わからないと思うんですけど20人いるわけですね、あの中に。はい、ロングシュート、キーパー前に飛ばした。大丈夫です。ルーベン・ソサ175センチ、71キロ、26歳です。まあ、彼の得意足は右足、左なんですよね。そうですね、はい。でもああいうボールはね、はい、あのキーパー飛びにくいですからね、打ってもいいですよね。今日下が濡れてますね。ちょっとまた膝ですか、ももですか。いや、あの爪ですか。今ちょっと足が当たりましたね、3番タイム、ディアゴスティーノの足だと思うんですよ。はい、11番のエラーニオ、ちょっと苦しそうです。これはミランのベンチですね。そうです、多分何かベンチから行ったんでしょうね。右にボールが流れます。これはレンティーに追い切れません。しかしこれはミランボールのスローインと変わっています。ちょっと押しました。前半30分を経過しました。0対0。しかしなかなか見応えのある0対0ですね。そうですね、あのやはりすごくあのなんですかね、激しい試合っていうんですかね、はい、当たりもすごいし。そうですね、まあ、特にインテルの方は気合入ってるでしょうね。入ってますね、こう見てもよくわかりますね。はい、そうですね、クリットが行く、ミールボールを倒しました。ゴール正面出ました。これは相手に届かれました。まだしかしボールはミランがキープ。11番エラーニオ、フリット。さあレンティーニだ。ボールを止めずにゴール正面に出しました。これはインテルの選手。しかしもう一度エラーニオ、あっとこれはちょっと呼吸が合わない。そうですね、わずかに呼吸が合いませんでした。キラッチ、これもカットされた。このあたりミランが優勢です。ミランが押しています。さあレンティーニか、レンティーニボールが通るか、レンティーニホイッスルがありました。ファールを取られたんですか。ルーベン・ソサ、ここまで下がってボールを受けています。クイッと上がっていきます。アフェラインの手前で味方にボールを返しました。ルーベン・ソサ、
ラツィオからの移籍組です。ボールを入れるデアゴスティーニ、バティスティーニ、長いパスを前線に出します。セットでカットされました。セバスティアーノ・ロッチ、194cm89kg、28歳です。インテルボールのゴールキックと変わります。前半すでに35分になろうかというところです。両チームノースコア0対0。まだそれほどシュートがないですよね。そうですよね、弱いところまでまだ行ってませんね。打てないですよね、はい。まあこれ気配ってなかなかそういうチャンスって恵まれないですよね。そうですね、中盤でのチェックも激しい。さあ抜けるか、ゴール正面、立って立ってません。シャリモフが中央で頑張りましたがパスを出すところまで行きません。押されましたか。パパンがやっぱり手を使ったという判断でしょうかね。そうですね、ちょっと抑えちゃったですね、はい。今日の主審のバイレットさんです。デアゴスティーにボールを入れました。ソサ、もう一度ソサにボールが届きません。飛び上がった4番のアルベルティーニ、今度はアルベルティーニが苦しそうです。やはりこれ相当ミランの選手は疲れてるんでしょうかね。まあ、疲れそういう、ね、感じは受けないんですけどね、ただ、ここで蹴りを入れられたりとか、蹴りって言われてるんですけどね、はい、いろいろファウルをされてますよね、動きとしてはその悪くないですよ。今どっちかというとミランの方がいいかなという感じしますけどね。ただこうぶつかった時の激しさとその結果の倒れ方といいますか、苦しみ方が何かこう苦しみ方がひどいような気がするんですけどね。そうですね、ご覧の通り35分が経過しています。前半結構激しく当たられているんでしょう。パパにプラトン、パパが走りますが、また一人選手が倒れました。まあ続きますとね、ああいうファウルに曲がるのに続きますと出ますよ ね、 前半36分というところでしょうか。ここまで良かったんですよね、そこまで行ってるんですよね、13番のナバに対するファウル、イエローカードが出ました。バイレットさんです。まあ、ボールに行ってるっていうことですよ ね、 そうですね、はい、素早く起き上がりましたアルベルティーニ。さあパパンがボールを待つ、パパン左にボールを流す、レンティーニが追う、レンティーニが追う、ゴールキックと変わります。頑張った7番のオルランド、右にさばきました。ダイレクトの前に対して操作、しかし後ろに下げています。10番のシャリも一旦大きく後ろに下げました。長い縦パスが出る。ちょっとまあ今ファールもありましたが、ヘディングの争いになるとスキラッチ、それから操作、
あまり上手がないですから苦しいですね。そうですね。ですから、なんとか勝とうということで、いろいろ体を使ったりしますよね。それをまた抑えようとしてコスタクッタが今ファールを取られました。指示を出します。ロス、ボールをプレスするソーサー、その横にシャリモフがついています。もうこう見ましても本当にお互いの目の色が違いますよね。そうですね。味方としても相当激しくやってますもんね。これやはりあのダービーというところですよ ね、 そうでしょうね。それと同じ町にあの、チームが2つあるということは、もうすごいことですよね。他のチームであると全然違いますよね。そうですよね。ソサ、オフサイドな、オフサイドですね。はい、この両者の対戦というのは1908年から始まった85年間で224試合が消化されています。ミランが88勝、インテルが76勝、引き分けが60という成績が残っています。すごいですよ ね、 すごいですね。歴史が本当物語りますよね。ソサ、の位置が近すぎると言ってるんでしょうか。そうですね、ロシ高い、ああいうのってのはキーパーにとってはプレッシャーになるかもしれませんよ ね、 そうなんですよね。手でもそうにはね、はい、持って蹴るものいいんですけど、やはりあの下を打って蹴るのはなかなかね得意じゃないですからね、はい。だいぶ今日は試合中に両チームの選手がエキサイトする場面も見られています。ここまで両チームのスコア、もう一度イランボールのスローインがあります。ベルティがいろいろなんか言ってますね。そうですね、はい、ニコラベルティ28歳です。この辺りミランの選手しかおりません。そうですね、いい展開ですよ。はい、来ましたよ。はい、ミランボールのスローイン、ボールを入れるのはエラーニオです。アルベルティーニ、相手の選手に当たってゴールラインを割りました。したがってこれは2度目のコーナーキックです。ああいうのは正解ですよね。あれだけ押し込む、あの追い詰められたら、あれを狙うしかないですね、今のはね。ボールをプレーするアルベルティーニ、さあ前半は残り5分。あ、ちゃダイレクトシュート、ボレーシュートはジャストミートしませんでした。マルティーニはね、得意な左足でちょっと浮かしましたね。マルティーニは185センチで77キロ、イタリア代表選手です。ボールが浮いてしまいました。今ようやくスタンドからボールが返ってまいりました。ゼンがこれからプレースしてゴールキック。ボールがあまり伸びません。タッチラインを割っています。ちょっと両チームとも突破口が見えませんね。そうですね、やはりあの冷静にこう試合を運べないっていうことでしょうね。あ、そうですか。スキラッチが走りますが、タッチラインを割っています。まあ、なんとかもったいない気がしますけど、もったいないですね。特にゴールに近いところですからね。右サイド激しいチェックです。しかし垂らしました。あっと2人目はファールですね。そうですね、ちょっとどうでしょうか。両チームエキサイトしてますね。いや今ね、倒れたところをね、ベルティにボールがボールぶつけられたんですよ。なるほど。バレーズにあのボール蹴ったやつがベルトに当たったんでね、怒ってるんですよ。ご覧の4番はニコラ・ベルティ、186センチと長身です。
まあ、この人も一時は代表選手だったんですがね、このところちょっとお呼びがかかりません。ここでね、いい具合に抜いて、ここで、さあ、いいところでフリーキックをもらいました。ボールをプレーしているのはルーベン・ソサ。なんとなく時間稼ぎをしている感じのミラン、あまりごちゃごちゃ言うなということでしょうか、ベルティに対して。そうですね、俺が見てるんだよと。そうですよね、俺が吹いてるんだから、はい、ということですよね。パイレットさんから注意が与えられています。一方こちらはライカールト、そしてフリット。フリットは一応今年で契約が切れることになってるんですよね。そうですね、まあ、でも、まあ、1年か2年かというところみたいですよ、はい、あ、まあ、フリットは2年ぐらいしたいという意思を出してみたいですけど、まあ、ミランは1年ということですよね。その辺が折り合いがまだついてないんでしょう。ベルティにイエローカードが出ました。さあ、ここもあまりしつこくしますとさらにイエローカードということも考えられます。これインテルチャンスですよ。そうですね、ソーサー左足、ゴール前、シュート、入った。ゴール前、4番のニコラ・ベルティ、28歳、186cm、78kg。 インテルが先制点を挙げました。ニコラ・ベルティのゴール、今シーズン4点目。いいボールですよ、はい、いや、2人行きましたね。今キャプテンマークがちらっと見えましたから、行ったのはそうですね、ベルゴミとベルティですね。先制点を取られました。さあ、これで面白くなりますね。ちょっと苦しい表情。1対0インテルリード。今の得点は前半の43分というところでした。さあ、マルディーニが勝って、向こう側レンティーニです。ボールを持っているレンティーニ、これはキーパーが飛び出しました。ワルターゼンがボールをがっちりと掴みました。スタンドが揺れています。お客さんが飛び上がりながら何か叫んでいます。スキラッチ、転倒しました。後ろから激しいマークを受けました。サルバトーレ・スキラッチ、28歳です。激しい雨が降ってきました。激しい雨です。インジャリータイムに入っています。ミランダービー、前期は1対1の引き分けでした。ミランにとってよりもインテルにとって非常に大事な試合で先制点が取れたというのは大きいですね。本当ですね。左足のシュート、ポストの右を通過しました。ルーベン・ソサ、この利き足が左ということは手の方も左利きなんですよ。それは限らないんですよ。多分そういう人が多いですね。そういう方が多いと思います、はい、さあ、パパン、あ、これは手を使いました。ボールを相手に投げつけた。これはイエローカードが出るでしょう。イエローカードが出ました。マークと相手は激しくつきました。今のはもうパパンがいけないですね。そうですよね、完全にもうファールですからね、はい、それをより怒ってしまったということですね。だから精神状態がやはりこういう試合になるとおかしいなんですね。みんなが、これで警告はインテルがソサとベルティ、一方ミランの方はパパン、合わせて3人にイエローカードが出ていました。ちょっとこれは行き過ぎです。インジャリータイムに入っています。すでに47分が経過しようとしています。経過しております。ゼンガのロングキック、ファールですね。ファールですか。オフサイド、オフサイドですね。オフサイドのフラッグが上がっていました。もう今なんかの競り合い見てもですね、ボール行かずにも体にお互い行ってますよね。し
キラッチも呆然と飛び出しましたが、これはオフサイドでした。これあのレフリーちゃんと取らないと荒れますよ、この試合は。ね、フリットが変わってボールを受けました。タリアカイのマークです。右に触りました。ナバ一旦下げます。もう一度ナバ激しく動く。エラーニョ、いいボールですよ。ヘッドでクリアしました。危ないところです。ベルゴミは、ね、ベルゴミですね。ベルゴミは184センチの長身です。あれ勇気がいるでしょうね。いりますよ。レディングはさあ、コーナーキックはダイレクトにゴールラインを割りました。インテルボールのゴールキックと変わります。さあここで前半が終了しました。前半43分、ベルティのシュートで上げました。1点、1対0、インテルが1点をリードして前半を終了しました。いかがですか。そうですね、まず印象的なのは本当に激しい試合だなってことですね。それからインテルはですね、数少ないそういうチャンスですね、特にこのフリーキック、はい、それをものにしたってことですよね。まあどちらかというと点は1対0ですけど、互角かなという感じしますね。ボールの所持率はミランの方がはるかに多いんですよね。そうですね、はい、しかしファールが22対7。まあその結局ファールで、そうですね、損をしてるなと。そうですよね、はい、ソサのフリーキックからベルティの43分のゴールが生まれました。前半終了して1対0、インテルがミランをリードして終了しました。まもなく後半が始まります。前半43分にベルティが挙げた1点、インテルがミランを1対0とリードしています。さて奥寺さん、後半の見どころといいますかね、そのポイントは何になりそうですか。そうですね、僕はね決してミランはね、はい、戦い方は悪くないと思うんですよ。そうですか、ただやはりちょっとファールがね、多いんで、そこでフリーキック、どうやらフリーキックからロングパスでね、ベルティのヘディング強いですからね、はい、その辺でこうやられる可能性が出てくるんでね。ですからあとはパパンですね。パパンにいかにいいボールが出るかでしょう。インテルの方はまだメンバーの交代はありません。エンドが変わりまして、右から左に攻めるミラン、そして左から右に攻めるインテルと変わりました。インテルボールのゴールキックです。前半43分、ベルティの挙げた1点、これはインテルのマッテコーチです。バネオリ監督が怪我のために今日はベンチに入っておりません。発煙筒が投げ込まれております。カペット監督、ちょっと渋い表情で戦況を見つめます。まあ、こういう試合が実は今日初めてじゃなくてずっと続いてるんですよね、ここの1ヶ月半ぐらいですね、はい、綱渡りをしてまいりましたミランですが、ここへ来て本当に苦しい立場に追い込まれています。まだこれで代表チームに4人5人と送り込んでますし、それからチャンピオンズカップがあるわけですからね。そうですね、まあ、本当に大変な1年ですよね。そうですよね。右から左に攻める後半のミラン。フラッグが上がりました。ファウルですか、あるいはタッチライン割ったんでしょうか。割ったんですね。そうですね、あ、ファウルシステムファウルでしたか、そうですか。主審のパイレットさんがファウルの方を採用しました。フリーキックです。この辺りインターバルの間に炊かれました発煙筒の煙、ちょっと見にくくなっています。スキラッチ一旦渡して、あっと、これはファールのポイントです。
早くボールをインプレーにしました。左サイドから攻め上がっていきます。インテル突き出しヘッドで逃げ出した。ソサです。ソサがいます。ソサがゴール前ボールを出す。ヘディングはまだボールはインテルが持っている。一旦ボールを下げました。スキラッチ素早くパスを交換して、さあもう一度スキラッチがダメです。ここでようやくミランがボールを取り返しました。しかしバレージから前へのパスが通りません。いや今ね、バレージはパパに下げのボールを出したんですよ、はい、あなるほど。パパは前でもらおうと思ってね、行っちゃってるんですよね。その辺のこう意思の疎通っていうんですかね、それ合わなかったんですね。まあ、ずっと見てもバレーズっていうんですかね、まあ、そういう下火のボール出すの得意なんですよ。で受ける方がね、パパはあんまり好きじゃないんですよね。なるほど、そうですか。それがねちょっとね、それ持ち味の違いみたいなのが出てきたわけですね。サイドをチェンジします。いいパスです。さあ通るかどうか。こぼれたクリックが叩きました。しかしこれはキーパーがキャッチしています。フリントはしかし今年は苦しいシーズンになりましたね。そうですね、まあ、でもこう見てもさすがにボールを持つとね、はい、いいプレーしますよ ね、 そうですね、今でもボールもらい方を見ると足が速いですからね、はい、オフサイドですね。オフサイドトラップをかけました。ソサがそうかそうかというふうにちょっと両手を上げまして、確かに今ソサオフサイドですよ ね、 そうですね、まあ、スクラッチはオフサイドじゃないですけど、はい、ポイントが違うんでしょうか。やり直しを命じました。パイレット出身、この人は獣医師です。非常に珍しい職業を持っています。左に叩きました。フリットがボールを持っている。ルートフリットボールを取られました。しかしファールです。そうですね、それはファールでした。なかなかいい位置でのフリーキックです。素早くボールをインプレーにしようという構えのアルベルティーニ、もう一度プレーを進しました。素早く振り返ったレフェリーがもうちょっと下げろと言っています。プレーしているアルベルティーニ21歳若いイタリア代表選手です。低いボールを蹴りました。高いボールが上がっています。アルベルティーニ、もういいですね。ナオーラ行っています。流しましたね。あっと後ろから押したルーベン・ソーサ、これはファールです。ソーサは一度警告を受けてますから ね、 ね、あまり変なことしない方がいいですね、はい、おとなしくした方がいいですよ、はい。ボールをプレーしているアルベルティーニ、ゴール前のボールを出す。さあヘディングでクリアか。もう一度アルベルティーニ、トラップが流しました。しかしこれは立ち合い割るか。割りません。ゴール前、ゴールキーパーナイスキャッチです。ワルターアタックが素晴らしいキャッチです。いや今のはナイスキャッチですよ。そうですね、あれ抜けたら本当危ないところですからね。ここですね、ここで帰ってきて、はい、ちょっとこれ出過ぎましたかね。これを追いかけていって、はい、そうなんですよね。いや、ベルゴミがでかしたでかしたというようにその前科を称えています。ボールは今左サイド、ボールを奪い返しました。ミランです。縦にパパが走りますがそこに通りません。右サイドにボールが展開してきました。長い縦パスを出します。ソサ、あーボールが来ていないのに飛び上がっています。ちょっとバレージが遅れました。その頭を叩きましたルーベン・ソサ。コスタクルタ中央にボールを出しました。ダイレクトと前にパパに通りません。しかし大丈夫です。まだミランがボールをキープしている。ここでボールを取られました。左サイドソサがいますがそこでボールが通りません。
はマルディーニ、いいパスが通った。さあフリットン走る、フリットン走る、ゴールキックと変わります。ルートフリット30歳、186cm、83kg、 今シーズンは6点をマークしています。なかなか連続して試合に出られないのが辛いですよね、こういう選手にとっては ね、 コンディションを維持するのがなかなか難しいでしょう。ルートフリット、ボールがタッチラインに終わりました。インテルボールです。ボールを入れるのはベルディ、インテルの1点を取っています。ヒールキックでうまく出しました。今日はね、アルベルティーニがいいですよ ね、はい、ね、よく動いてるし、はい、まあ、彼がゲームを作ってるかなって感じしますよね。そうですか。ちょっとパパンが興奮気味といいますか、そのあたり がちょっとね、そうですね、最後の場面で その攻撃のパターンがうまくできません。ミランです。ゴールラインに割りました。コーナーキックです。ボールをプレーするのはエラーニオ。変わりました。アルベルティーニがボールを蹴ります。ゴール正面、ヘディングでクリア。これを拾うのはバレージ。右へさばきました。もう一度クロスを入れるか。左足クロスが入りました。ヘディングでクリア。コーナー短い。ダイレクトにシュートを打ちましたが、ボールラインの右です。ボールポストの右を通過しました。さあインテルがメンバーチェンジです。タッコーラが出てきました。ミルコ・タッコーラ、185cm、22歳、7番のオルランドに変わります。22歳の若いタッコーラを入れました。待って代理監督です。フリットヘディング頑張りました。ライカールト、これも頑張りました。ボールがつながりません。しかしここでファールを取りました。パイレット出身です。ちょっとねライカールトが目立たないんですよ ね、 そうですね。もう少し攻撃でも出てくるかなと思うんで、はい、したらいいと思うんですけど、ここはフリット、そのライカールトにボールが当たりました。さらに右に展開します。ゴール正面にパパンがいる。しかしそこまでボールが来ません。ボールを奪い返したインテル、左サイドからずっと上がっていきます。ソサが左に開いている。さあここはファールがあったか。ファールがありました。ホイッスルが全く聞こえません。イエローカードが出されました。これは今のは誰でしょうか。エラーニオですね。エラーニオですかね。11番のエラーニオですね、はい、もう間に合わないかったんですよね。そうですよね。カード1枚出てますが、シャリモフですね。これ倒れているのは、この次の試合は出られませんね、もう3枚溜まってしまったと思います。1対0インテルが前半の43分、ベルディのヘリングシュートで取りました。1点をここまで守ってきています。1対0インテルリード。ヘッドの前につなぎます。センシンがフリットのファールをアピールしました。ボールはインテル、こちらにソサが回ってきています。スキランチ、まあ、この辺りちょっと水しぶきが上がってますね。水がね、はい、ボールがちょっと止まるような感じになってきました、ね、はい、ソサ、右からずっとパガニンが上がっていきました。ボールは中央へ行きました。ロングシュート、
い縦パスが出ます。あっとトラップを損ないましたレッティーニ。逆に今度はインテルの長いパス、これはバレージがヘッドで前に、さあソサ、ソサボールをキープしています。シュート体勢に入れるか、スケアからもっと前に出しましたがパスが通りません。意表をついたいいパスに見えましたがこれが通りません。今度は逆にミラン、ボールを奪い返しました。フリット、アルベルティーニが走ります。前に出しました。さあゴール正面にはパパンがいる。ボールを持っているのはフリット、フリットからパパンへ通るか、これキーパーがキャッチしました。直接キーパーに出しました。バルターゼンがボールをキャッチしています。なかなかね、いい形にこうなりそうでならないというのが、ね、今の ミランですね。そうですね、まあ、あのパパンがセンあのトップになってますとこういうパターンというのはもう限られちゃうんでしょうね。そうですね、ただあのインテルにとっても守りやすいというか、はい、フリットがボールを持っている。ここから先はちょっとね、そうですね、ああ危ないですよ。石原君大カーチのボールとタッチしました。コスタクルタから右に、さあクロスが入った、相手選手に当たってタッチラインを割りました。スローインです。ナバが素早くボールを入れました。そのナバクロスヘディングシュート、ボールボールが流れました。ゴールラインを割っています。まあこういうのはチャンスにしたいでしょうね。さあミランボールのコーナーキックです。ボールをプレスしているのはアルベルティーニか。低いボールでした。まだボールをキープしています。11番のエラーニョ、エラーニョがボールをキープしている。2人がかりの番、2人がかりの番、タッチライン終わりましたか。タッチライン終わりました。ボールを入れる5番のコスタクルタ、178センチです。長いボールを入れそうです。レッティーにヘッドで後ろへ反らす。ナバからバレージ、これはオフサイドがあったようです。オフサイドフランクが上がっています。ボールを使ったワルターゼンが、あーマッサーラが準備してますね。そうですね、この人はなかなか意外性のある選手ですから ね、マッサーラは思いっきりもいいし、はい、まあなんかこう打開できませんからね。そうですね、まあ、なんとか変えようという気持ちはあのカペーロ監督あるんじゃないですかね、はい、このままじゃなかなか点取りませんよね。そうですね、ボールが流れました。それはコールキックか、コールキックです。ただ前半でタソッティが傷ついてナバに変わってます。したがってもう一人入れるとそれ以上交代ができないのでなかなかタイミング難しいでしょうね。そうですね、まあでもこの辺は負けられないんで ね、 そうですね、ですから、まあ、かけにくい、この兼ね合いですね、はい、そうですね、どの時点で決断しますか。カペット監督、ああ準備してますね。マッサーロがもう出ようという体勢に入っています。ということはやはりパパンに変わるんでしょうか。うーん、そう僕はそう思いますけどね。ーボールはマルギーの前、フリットダイレクトで、あー危ないですね、ソサ足を使われた、足を使われました。これは4番アルベルティーの激しいスライディングタックル、ルベンソサ宙に舞いました。さあここでメンバーの交代です。やはりパパンが下げられますね。そうですね、後半の18分というところです。
バカンに代わってマッサーロが入りました。非常に意外性のある選手です。マッサーロ31歳のベテラン。スキラッチ一瞬チャンスかと思われましたがダメです。ボールをキープできません。ブリットからライカールト、さらに右に振った、ゴール正面にレンティーニが上がっていく。さらに今入ったばかりのマッサーロ、左から詰めていきましたがボールをインテルに奪われました。マルディーニ、左にマッサーロがいます。そのマッサーロにボールが渡りました。縦にレンティーニ、レンティーニ、さあ抜けるか。あ、チャンスですよ、これは。チャンスです。ゴール前にボールが出るか。この辺り人数が足りませんね。今もインテルの選手が4人5人というところ、ミランの選手は2人ほどしかおりませんでした。しかしまだボールはミランがキープしています。あっと、これは激しいスキラッチ、スキラッチのファウルです。ボールを素早くインプレーしました。バレーに右に振りました。さあゴール正面にフリットがおります。フリットが待ち構えています。さらにレンティーニも来ました。低いクロスはかかりました。ソサが中央に叩いて上がっていきます。しかしこのパスが渡りません。いや、あの穴井もね、水がいっぱいですからね。あ、なるほど。そうパスを出さないと、なるほど、ね、取りますよね、はい、もう相当芝が水を含んでいます。今朝から降り始めましたミラノの雨。ちょっと両チームとミスパスが多くなってきましたね。そうですね、後半20分が経過しています。1対0インテルが1点をリードしています。クロスを入れようというところ、相手の選手に当たりました。さあエラーニョ、ゴール前に、あっと足を取れた。しかしホイッスルは、ホイッスルはありません。このプレーに対するホイッスルはありません。フリットが足を取られました。前回のロングキック、まあ、インテルにとってはこの1点は、ね、取らなくですからね、そうですね、それを守りたいという気持ちが強いでしょうね。言ってみれば引き分けたら、まあ、インテル側からすれば何にもならないわけですからね。そうなんですよね、もう絶対にまず勝つことが大事条件です。現在得点差はポイントの差は7点、残り試合は今日を入れて8試合。今のシュートは10番のシャリモフでした。動きが激しくなっていますミランのベンチ、カペット監督。ただもうこれ以上メンバーチェンジはできませんからね。そうですね、まあ、ちょっとねマッサーロが入ってですね、はい、動きは変わってきた感じがしますけどね。あ、そうですか。一方今映ったのはインテルのベンチ、マッテ第2監督です。さあゴール前に折り返せるか。なかなか固い守りです。アルベルティーニ頑張ります。一人で頑張っています。一旦下げました。ダイレクト前に出す。ライカールト。マッサーロ。マルディーニがボールを取られました。バイステルキック。オーバーヘッドキックでした。タッチライン割っています。ボールはライカールトが入れました。バレーニ、もう一度バレーニ、ライカールト、バレーニ、ダイレクト縦に出します。レンティーニ、ボールをうまく味方に渡すこともできませんでした。さあここで粘る、ロングシュート、相手に当たっている。さあまだチャンスだ、ミランチャンス。あー、ここボールを取られた。そうですね、ボールを取られました。ちょっと下がった分ですね、両手を広げて抗議のジェスチャーを受けています。10番のフリット、インテルボールのスローインです。もうインテルのバックの選手がほとんど帰ってますからね。そうですね、あともう速攻狙いですよね、はい、インテルは。
ですからなかなかその隙がないんですよね。1対0インテル1点をリードしています。まあ虎の子の1点です。ライカールトサッカーパス、ライカールト右にさばいた。さあフリットです。フリットここにライカールト、マッサーロが入る。マッサーロヘディングシュート、いやでも片手になってきましたね。ああいう、ね、動きはマッサーロがあるんですよね、はい、今のは本当にいい動きですよ。そのままもう狙ってもよかったかなって気もしますけどね、長い前回のキック、ライカールト頑張りました。まだ頑張る、まだミラン頑張ります。ここでインテルボールを奪いました。いい展開です。そうですね、落ち着いています。インテル1対0インテルが1点リード。ヒットスピラッチが倒されました。中央からスキラッチが上がる。これはオフサイドか。オフサイドのフラッグが上がりました。1対0、1点をリードされているミランの攻撃。もうインテルの選手もみんな帰ってますよね。そうですね、レッティーニ、ベンティーニは普段はあんまり右へこうやって回ってこない選手だと思うんですが、あのですね、あのフリットが左に行っちゃってるんですよね。あ、そうなんですか。ですからあの右にもう今ポジション取ってます、ね、なるほどね。それとまあマッサールが入りましたしね、それにあの攻められた時ですね、ベンティーニとフリットが2トップになってますね。あ、なるほど。マッサールが下がってますね。キーパーに返します。これは手が使えません。ロッシもう一度ロッシのところに帰ってきました。これは手が使えます。相手の選手がプレーしたボールです。ロングキック、あー、フリットが押したというんでしょうか。そうですね、ああいう風にしていった時ほとんど取られてますよね。そうですね、今日は非常にミランのファールが目立っています。ボールをプレーするインテル。さあ長いキックですが、これは激しいボールの奪い合いです。シュートだ、右に取れた。いいシュートですよね。そうですね、シュートを打った。これがシャリモス24歳です。シャリモス今日いいですよね。そうですね、この位置からのシュート、ポストの右を通過しました。ボールを入れる3番目はデアゴスティーニ。1人インテルの選手が準備を始めています。さあ刻々と時間が経過していきます。後半も27分半分が経過しようとしています。ゴール正面にスクラッチ、オフサイドですね。素早い展開です。7番のレッティーニ、レッティーニが走る。それをマーク、4番のベルティ。さあ正面でライカールと右にボールを流しました。さあクロスが入るか。マッサードが待っている。スクラッチダイレクトで右足、空中でパスを前に出しました。これがソサに通りません。もう一度ミランの攻撃です。
ボールがタッチラインを割りました。マルティーニがボールを入れます。レッティーニ二人かりのマーク、さあいいところに入った。レッティーニのクロスはさあコーナーキックとかあるようです。コーナーキックです、さあいいところでコーナーキックをもらいました。ミラン頑張るレッティーニ、レッティーニ、いいポジングで相手の選手に当たってグラントーリゴーラインを割りました。アルベルティーニのコーナーキック、やっとキーパーちょっとこぼしましたがゴールラインを割っています。飛び込んだ10番はフリット、3番がマルディーニ。もう本当こうなるとコーナーキックの戦いですよね。そうですね、ちょっとインテルの選手が近すぎますか。これはインテルクリアできそうです。逆に攻撃につなげるか。シャリコフパスが通りませんでした。大事にしないといけないですね。ロスタクルタからパッサーロ、パッサーロからマルディーニ、レッティーニがゴール正面にいる。しかしそのわずかに後ろにパスが通りました。わずかに呼吸が合いませんでした。ミランの攻撃です。バレージが随分前に出て積極的な守備をしました。しかしボールは今インテル、ソサボールをちょっと離しすぎたが左にさばいたが、これが投球が合いません。タッチラインを割っています。11番ルーベン・ソサ26歳です。26歳になったばかり。左でマッサーロがフリーです。誰もマークに入っていません。しかしここでホイッスルがありました。そうですね、ファールを取りましたね。交代して入った選手というのはやっぱりマークが甘くなってしまう傾向はあるんですか。マッサーロは今こちらでそのあまり危険なゾーンではないですけど、ずいぶんフリーでしたね。下がり前の方にいますからフリーになってますよね。あ、そうですね、ロングシュートゴールキックと変わります。心配そうなファビオ・カペッド監督、この間の敗戦というのはカペッドさんにとってはリーグでは初めての負けなんですよね。そうですよね、中盤での激しいボールの奪い合い。さあソサが走る、ソサが走る、中央からスピラッチがいます。シュート、キーパーの正面です。ナバが右に出しました。ハーフェラインを越えました。さあレンティーニ右サイドから上がっていく、中央からフリットですが、さあこれはどうだ。ちょっと苦しそうにしている。さあ今のはレンティーニが倒されたんですね。そうですね、相手は前科です。落ち着け落ち着けというふうに両チームの選手がそれぞれ自分のチームの選手を並べています。まあ倒れた時にね、男性も大事なところを蹴られたんですかね、はい、ああなるほどね。レンティーニが行っています。行くんですよね、ここでね。もうああ握ってますね。あ、なるほどね、見えないところでやってるわけですね。握ってますよ。あ、タッコーラがこれはもう気絶ですね。言ってみればフリットが慰めてますがこの苦しさはちょっとやられたものでないとなかなかわからないところがありますが、そうですね、今でもね、もうボールを取りに行ってるわけですよね、レッティが、はい、でまあオブストラクションってですね、ボールに関係なくこうやっていますよね、タックルで ね、もうそれがね頭にくるわけですよ、曲げてますからね、とはいえあれ審判に分かるとやはりもうもちろんイエローカードになるんですね。
バレージダイレクトで左にさばきました。3番はマルディーニ、バレージが前に出す、ヘディングでクリアしました。インテル、しかしまだイランがボールをキープ、ボール正面に回り込んだ。さあシュートが打てるが打てません。左にさばいた、あっとここにエラーにもいましたが、ボールをキープできませんでした。11番はステファーのエラーに、26歳180センチです。こちら5番はパガリ、179センチ70キロ、26歳です。ベラーニオ、フリット、フリット得意の足さばき、マルディーニ、ゴール正面にマッサールがいます。これ立ち足が十分じゃないんでしょうか。やはりそうですね、まあ疲れもあると思いますよね。まあ、得意の左足なんですけどね、後半も34分経過、まもなく35分になります。まあこれだけぬかるんでるとね、疲れてきますよね。それにミラノ選手たちやっぱ疲れてますからね。放送席から見ると芝は大変に綺麗ですけれども、選手が走るとやはり水しぶきが上がってますから、そうですね、相当下がぬかるんでますよ ね、 すね。バレーズが左に保ちました。さらに縦に出る、エラーにも行く、しかしここはベルゴンがクリアしました。スキラッチのヘディング、足を取られました。ニコラ・ベルティ、マルディーニも動けないんですよ ね、 ね、ついていけないんですよ、ですからもうあそこでもファウルするしかないんですよね。もう相当来てますね。ああマルディーニも代表選手でもありますしね、試合の数は本当に多くなっています。ちょっと切れましたか、目の横が少し切れたようです。ご覧の通り35分が経過しました。この間にボールはインプレーに入りました。右にさばいたアルベルティーニ、ゴール正面にマッサーロが上がっていきます。マッサーロの動きが激しくなっています。アルベルティーニ、シュートはゴールの上を通過しました。デメトリオ・アルベルティーニ21歳、21歳でイタリア代表歴も十分に持ってます。まあアルベルティーニもそうですね、そうですね、これでもミランを背負ったんですね、はい、そうですね、ゴールの枠に行ったシュートの数です。細かいパスの応酬、操作大きくサイドチェンジします。いいサイドチェンジです。 これはオフサイドか、これはオフサイドです。そうですね、ベルティが一人で頑張りますが、その前に前進のフラッグが上がっておりました。もうパガリがそのままね止めて打ってもよかったですよ ね、 そうですよね、マークが来てませんでしたから ね、 いいボタルボールですよ ね、 そのね、はい、ボールを持っているのはエラーニオ、ダイレクトのパスの交換から前にボールが出ましたが、さあここはいいところでミランが振り聞こえました。このアルベルティーニもそんなに体大きくないですから ね、 ね、176センチ72キロ、今日はミランの中の選手ではいいですよ ね、 ね、そうですか、ボールのそばに立っているのはアルベルティーニとそれからバレージ、ゴールエリアの中にマッサーロが入っています。昨日アルベティには、ね、フリックを召し出したんですよ ね、 ね、そうですか、あっとこれはダメです。クリアされました。クリアしたのはキャプテンのベルゴミ、ボールを持っているコスタクルタ、長い立てます、マッサーロのヘッド、フリットのシュート、一発ですよね。もう喜ぶロッシー、ロッシー本当ですよ。後半の37分、まあ、イランの同点ゴール、これ一発ですよ、はい、
しかし起きますよね。ルートフリット本当にギリギリですよ。このマッサーラのヘディングで流したのが ね、良かったですね。弾んでいるボール、ボレーシュート1対1同点です。もうそれももうね、後半も、もう37分ですから ね、残り8分というところで同点ゴールが生まれました。あ、これはインテルだったらがっくりですよ ね、そうですね。これでミランは本当にね、また落ち着きを取り戻しますよね。もともと力はあるわけですから ね、これは大きな同点ゴールですよ、後半37分、残り8分というところで同点ゴールが生まれました。1対1、まだボールいっている、これはオフサイドです。これはスキラッチがオフサイド。あっと、これは警告まではいきませんか。笛が鳴った後にプレーをしましたスキラッチですが、イエローカードまではいかないようです。つい今しがた味方の同点ゴールに手を叩いて喜んでおりましたセバスティアーノ・ロッシ、194センチ89キロ、28歳です。まあ今の1点は前回もどうしようもないですよね。もうしょうがないですね、まあコースはなかったですけどね、まあこれはフリットがやはり良かったってシュートしましたね。それと後半から入ったマッサーロがいいヘディングで流しましたね。そうですね、やはりまあメンバーの交代は行きましたね。良かったですね、やはりなんていうんですかね、もう長年一緒にやってますからね、感じは分かるんですよね、レンティーニです。右サイドに回って頑張っています。アルベルティーニクロスを狙いましたがゴールラインを割りまして、ここでコーナーキックですね。イントラここで点取られると本当に、ね、大変なことになりますよね。ここはもう抑えなきゃいけないですよね。ゴール正面にマッサーラがいます。ボールがこぼれています。オーバーヘッドキックを狙いましたがダメです。マッサーロは先日のチャンピオンズカップでもいいところで点を取りました。決勝ゴールね、実は契約が94年までなんだけれども、これでいい話が聞けるんじゃないかというふうに彼は言ってるそうですけれども。そうですか、まあ本当にこのミランのチームにはね、影の力っていうんですかね、派手じゃないですけどね、すごい有名な選手とかね、スターがたくさんいるんですけど、その中でやはり重要な役割を彼はしてますよ ね。前のダービーの時にも一度申し上げたんですけれども、年齢は31歳ですけれども、プレーが若いんですよね。そうですね、意外性がありますね、ここでまたオフサイド。まあ、このシーンが多くなるのはミランとの試合では致し方ありません。すでに42分が経過しています。残り3分、オフサイドの数です。インテルが10回、ミランの方はオフサイドありません。大カールと右さばいた。ゴール正面にマッサーロがいます。今のはこれはフリットですね。飛び込みのは左足でボールを生かしました。あれ以外にプレーの仕方はないんでしょ。そうです、もうギリギリですからね、本当はもうシュートというか中に折り返したいって気持ちが強かったと思うんですよ ね。でも本当にギリギリでしたからね、でもあそこまで行けるっていうのはすごいですよ ね。まあ1点取って気分も最高なんでしょう。フリットいい動きを見せました。さあ変わってインテルの攻撃です。
まもなく後半も45分が経過しようとしています。インジェリータイムが残っているかどうか。アルベルティーニ、レンティーニ、ゴール正面からマッサーラ上がっていく、マッサーラ上がっていく、レンティーニからパスが出るか。その上にエラーニオに一度つなぎます。左に開いたマッサーラ、このボールはちょっと相手に当たったんでしょうか、力がありません。前期に続いて1対1の引き分けに終わるかミランダービー。前半43分にベルティが先制ゴール、後半37分フリットが同点ゴールです。アルベルティーニからレンティーニ、前線でマッサールが動く、もう一度アルベルティーニ、マッサールダイレクト、左に抜いたフリットです。ゴール真正面にマッサールが入っていく、大歓声をキープできませんでした。あと40秒ほどで45分が経過します。後半まあ、ミラノにとってはね、はい、こう苦しんでですね、1点同点しましたよね。もう引き上げてもいいかなという気持ちはあると思うんですよ ね、はい、ちょっとなかなか得点が見えなかったんですが、マッサーロの投入からやはりそうですね、動きが変わってきましたからね、さあ、刻々と時間が経過していきます。足を取られた、足が引っかかりました、ファールを取られました。まだ引っ張ったっていう、そうですよね、はい、ここです、うん、ちょっと手も使ってるでしょうか。アルベルティにファールを取られました。選手の方が焦ってますね。そうですね、なんかパパンがもう、ああそうですね、もう時間帯時間経ってますね。すでに45分は経過しています。インデリタイムに入っています。さあマッサール、うん、手に当たったというハンドトレイ、ハンドトレイですね、うん、インデリタイムすでに46分、そうですね、負けに等しいですね。そうですね、本当にもうミラーは苦しみましたからね。まあしかし、マッサーラの投入から突破口が見えて同点ゴールが生まれた、このあたりやはり、まあ、当然の策ではあるんでしょうが、カペトさんの、そうですね、勤務していますか。そうですね、まあカペロも本当に良かったという気持ちでしょうね。そうでしょうね、この引き分けはミランにとっては大きいですね。もうミランの選手がですね、何人かユーモアを抜いてですね、あのファンの方に、ね、投げてますよ ね、 そうですね、それだけ嬉しいっていう気持ちが表れてます ね、 ね、インテルミランのミランダービー、前期に続いて1対1の引き分けに終わりました。奥田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの後今日のハイライトをご覧いただきながらお別れしましょう。ごきげんよう、さようなら。